今日の西日本ですが本降りの雨、強く降るところもありそうです。こちらひまわりの雲の様子、昨日から動きを見てもらっていますが、昨日はですね、南西諸島特に午前中中心に雲が通っていましたが、午後から、今日にかけては九州方面、雲が、西から東に、動いているのがわかるかと思います。この中には活発な雨雲も、見受けられます。では天気図見てみましょう。この雨、雨雲の原因は、こちらの前線になりますね。この前線が、今後、さらに東へ進んできて、西日本の天気を大きく崩しそうです。ではその雨の予想を見てみましょう。午前9時からです。この時間見ますと九州などでは、本降りの雨、中には黄色の雨雲も、ありますので、ざっと強く降って雷を伴うこともありそうです。午後になってきますと、近畿やあと東海地方でも雨が降るようなところありそうです。夕方から夜にかけては、日本海側のエリア、だんだん回復してきますが、太平洋側を中心に、強い雨が降りやすい状況が続きそうです。雷を伴って強く降るところもありますので、お気をつけください。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。